何？学校に行くだと？ええ、何か問題あるかしら、あっちゃん。問題はないが、しかしそれは。マスターになったからには常に敵マスターを警戒しなくてはならない。学校という場は不意の襲撃に備えにくい場所だろ。そんなことはないけどね。いいアチャ、私はマスターになったからって今までの生活を変える気はないわ。それにマスター同士の戦いは人目を避けるものでしょ。それなら人目につく学校にいれば不意打ちされることはまずないと思うけど。そうか、リンがそう決めたのなら私は従うだけだ。だが霊体化して君の護衛をするぐらいはいいのだろうな。まさか学校に行っている間はここに残れなどとは言うまい。当たり前じゃない。学校に限らず外に出るときはそばに行ってもらうからね。マスターを守るのもサーヴァントの役割なんだから、頼りにしてるわ。それを聞いて安心した。信頼に応えるのは騎士の務め。せいぜい期待に沿うとしよう。だがリン、もしもの話だが、その安全な場所に敵がいたとしたらどうする？何？学校にマスターがいるかもしれないって仮定？そうだ、確かに学び屋には生徒と教師以外は入りにくいが、すでに内部の者がマスターだとしたら厄介ではないのか？それはないんじゃないかな。この町には魔術師の家系は遠坂とあと一つしかないの。そのあと一つっていう家系は落ちぶれてるし、マスターにもなってないし。マスターになっていないとどうしてわかる？あのね、うち以外に魔術師の家系がいるんなら真っ先に確かめるのは当然でしょ。そいつマスターにはなってなかったし、あっちの家系の後継者にはマスターになるだけの魔力がないから無視して構わないわ。そうか、つまりリンの通う学校にはもう一人魔術師がいるのだな。だがマスターになれるほどの魔力を持ち合わせていないと。そういうこと。だから他のマスターは外からやってくる連中が大半のはず。そんな連中が学校にまでやってくることはないでしょう。まあ今の段階ではな。だがリン、何事にも例外は存在する。もし学校に君が知らない魔術師がいたとしたらどうする？だからいないってば。魔術師っていうのは他の同業に敏感なの。1年も同じ学校にいたらね、どんなに隠してても魔術師の存在は感じ取れる。断言するけど、うちの学校に魔術師は2人しかいないわ。そのうちの1人が私で、もう1人はマスターになるだけの力がない魔術師見習いなの。わかった？アーチャーの用心はただの杞憂よ。そんなこと絶対にありえないんだから。だからもしもの話だ。物事には常に裏目が存在する。本来あり得ざることが起こるのもまた運命だ。もしそういった事態になった場合、私に八つ当たりをするのだけは思いとどまってほしいと言っているのだ。そんなことあるわけないじゃない。もしもの話っていうのは起きないからもしもの話なのよ。もしそんなことになったら、その時は私の見通しが甘かったってだけなんだから。よし、確かに聞いたぞ。それでは行こうか、リン。君の学び屋まで30分。そろそろ出なければ間に合わない時間帯だ。
驚いた。もしもの話って本当にあるのね。ああ、私も驚いている。いや、何事もケチをつけておくものだな。思わぬところで役に立った。空気がよどんでるどころの話じゃない。これ、もう結界が張られてない？完全にではないが、すでに準備は始まっているようだな。ここまで派手にやっているということは、よほどの大物か。とんでもない素人ね。異常を感じさせる結界なんて三流だもの。やるんなら仕掛ける時まで隠し通しておくのが一流よ。で、君はどちらだと思う、リン？さあ、一流だろうが三流だろうが知ったことじゃないわ。私のテリトリーでこんなゲスなもの仕掛けたやつなんて問答無用でぶっ倒すだけよ。手伝うわ、さくら。登坂先輩。何、プリント？世界史って言ったらうちの担任じゃない。クズキのやつ、女生徒に使いをさせるなんて何考えてんだか。ほら、半分貸して。ございます先輩。いいっていいって。それじゃこれさくらのクラスまで。ううん、クズキ先生のところです。誤字があったから回収するって言ってました。納得。クズキは融通きかないからね。一つ誤字があったぐらいで試験を中止させるやつだった。この試験はですか？そう、あれは去年の中間試験だったかな。みんながガーッとマークシートを塗りつぶしてる時にやってきてね。誤字があるので正しい問題ではなかった。よって試験は中止、後日改めて行うって、あの調子で淡々と言ったのよ。私たちも驚いたけど先生方も驚いてね。今でもあれは語り草よ。なんか、クズキ先生らしいですね、それ。先生、物を教える立場に間違いは許されないって人ですから。クズキのは度が過ぎてるけどね。さくらもそのうち思い知るわよ。クズキの堅物ぶりったら、岩か山かって感じなんだから。登坂先輩、クズキ先生のことが好きなんですね。先輩がそんな風に言うなんて珍しいです。そう？まあ確かにクズキはもうちょっと柔軟性があればなって思うけど。まあ2年になればもっとクズキと顔を合わせるようになるわ。あいつは倫理も受け持ってるし。そんなことよりさくら、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、いい？何ですか先輩。昨日の話なんだけど、さくら見かけない外国人と話してなかった？見てたんですか先輩。たまたま。それであれ何だったの？知り合い？いいえ、それがそのよくわからない人だったんです。あの人道に迷ってたみたいでした。いろいろ聞いてくるんだけど何を言ってるのか聞き取れなくて。その
めんなさい。少しだけ気になったから。いえ、構いません。その、ここまででいいです、先輩。あとは届けるだけですから。そう、それじゃあまたね。さくら、最近はどう？大丈夫、元気です。私、そう、シンジがまた何かやったら言いなさい。あいつはどってものを知らないから、黙っていると悪化する一方よ。心配いりませんよ、先輩。兄さん、この頃は優しいんですから。始めるわよ、アーチャー。まずは結界の下調べ。どんな結界かを調べてから、消すか残すか決めましょう。これで7つ目か。とりあえずここが起点みたいね。参ったな、これ私の手には負えない。アーチャー、あなたたちってそういうもの？ご推察の通りだ。我々は基本的に霊体だと言っただろう。故に食事は第二ないし第三要素となる。君たちが肉を栄養とするように、サーヴァントは精神と魂を栄養とする。栄養を取ったところで基本的な能力は変わらないが、取り入れれば取り入れるほどタフになる。つまり魔力の貯蔵量が上がっていくというわけだ。
マスターから提供される魔力だけじゃ足りないってこと？足りなくはないが、大いに越したことはない。実力が劣る場合、弱点を武士で補うのが戦争だろ。周囲の人間からエネルギーを奪うのはマスターとしては基本的な戦略だ。そういった意味で言えば、この結界は効率がいい。それ、勘に触るわ。二度と口にしないで、あっちゃん。同感だ。私も真似をするつもりはない。さて、それじゃ消そうか。無駄だろうけど、とりあえず邪魔をするぐらいにはなる。Abzug Bedienung Mittelstand. なんだよ、消しちまうのか？もったいねえ。これ、あなたの仕業？いや、小細工を弄するのは魔術師の役割だ。俺たちはただ命じられたまま戦うのみだろ、そこの兄さんよ。やっぱり、サーヴァント。そうとも。で、それがわかるお嬢ちゃんは俺の敵ってことでいいのかな？ほう、大したもんだ。何もわからねえようで要点は抑えてやがる。ああ、失敗したなこりゃ。面白がって声をかけるんじゃなかったぜ。いい足してるな、お嬢ちゃん。エスイストグロース、エスイストクライム。リン。分かってる、任せて。フォックス、ゴッドエスアドレス。アーチャー、着地任せた。
いや、本気でいい足だ。ここで仕留めるのはいささかもったいなさすぎるか。アーチャー。へえ。いいね、そう来なくっちゃ。話が早いやつは嫌いじゃない。ランサーのサーヴァント。いかにも、そういうあんたのサーヴァントはセイバーって感じじゃねえな。何者だ、てめえ。まっとうな一騎打ちをするタイプじゃねえな、てめえは。ってことは、アーチャーか。いいぜ。好みじゃねえが、出会ったからにはやるだけだ。そら、獲物を出せよ、アーチャー。これでも礼はわきまえているからな。それぐらいは待ってやる。アーチャー、手助けはしないわ。あなたの力、ここで見せて。くバカが。騎兵風情が接近戦を挑んだな。
間抜け。